佐藤大佐藤大は日本の脚本家、音楽家。過去に放送作家や作詞家、音楽ライターとしても活動。19歳の時に秋元康主催のソールドアウト、ゲームフリークを経て、フロッグネーションを剣イコール号と設立。2007年8月をもってフロッグネーションを退任し、脚本制作会社ストーリーライダーズを立ち上げる。 前述のフロッグネーションは、1993年に佐藤がケンイコール号と共に設立したテクノレーベルフロッグマンレコーズが母体となっている。また、元電気グルーブの砂原義則とステレオタイプなるテクノユニットを結成し、自らも音楽活動も展開。方法論としてテクノを中心に据えているが、それだけにとらわれない。 様々なジャンルのクリエイターとのコラボレーションを目的としており、小林亜生、影山博信との共演や、後にポケットモンスターを生み出すゲームクリエイター田尻里氏が開発したテレビゲームソフトパルスマン、アニメドラゴンボール Z への楽曲提供などを行う。1990年代半ば頃より、漫画、アニメ、ゲームなどのいわゆるオタク的文化とクラブシーンとの二つの サブカルチャーの架け橋的な活動を行っていた。2007年11月より、自身がナビゲーターを務めるポッドキャスト番組、フロアネットポッドキャスト佐藤大のプラマイゼロが、不定期配信され、彼の価値観を知ることのできる貴重なメディアとなっている。ありがとうございます。